皆さんこんにちは、リキューです。今回の動画は有機EL について海外から驚きのニュースが入ってきましたので、今回は短いですがそちらを速報としてお届けしたいと思います。ご視聴いただく前にこちらの注意事項をご確認ください。今回の情報は海外メディアの発表です。ですので情報の信憑性はまだはっきりしません。その点はあらかじめご了承ください。その発表がこちらです。ビジネスコリアというウェブサイトにサムスンと LG の有機EL の情報、来年に向けてどんな動きがあるのか、それについて簡単な記事が掲載されました。 URL も貼ってありますので興味ある方はご覧いただければと思います。この記事にどんな情報が書いてあったのか簡単にまとめてご紹介したいと思います。まずはじめ、サムスンは来年の CES、 そこでこれまで開発を続けてきました QD OLEDという新しい有機EL の製品を発表する予定であるということが書いてあります。この情報については意外ともういろいろなところで噂されていましたので、そんなに大きな情報ではありません。そして LG の今年の販売実績、2021年上半期の6ヶ月間で 173.5 万台の有機EL テレビを販売したという実績が掲載されています。第2四半期だけで95万台近く売っていて、これは1年前の3倍の数字であるということも書いてあります。コロナによる需要の急増もあって、あとはプレイステーション5、Xbox の発売もあって、急速に LG の有機EL テレビは販売が増えたということだと思います。そしてその LG ですが、有機EL の投資を加速しているという情報です。これはすでに発表済みの情報ですが、まず韓国国内で中古型パネルのラインに3000億円以上の投資を行うという情報が8月に発表されました。その翌月、9月には、ベトナムの工場にも1500億円以上の投資をするという情報が発表されました。ご覧のようにサムスンも LG も来年にかけて非常に大きな投資を進めているということです。で、ここまではそんなに大きな情報ではないんですが、最後が非常にサプライズなんですけれども、ソニーがこのサムスンの新しい QD OLED を採用したテレビを発売するという情報が掲載されていました。これはちょっと信憑性どうなのかなって思うんですが、一応記事に書いてあります。で、その QD OLEDってのはどんなものなのか、これについてはまた後日の動画で詳しくご紹介したいと思いますが、今回は簡単に本当に触りだけご紹介したいと思います。以前の動画でもご紹介したんですが、サムスンと LG 有機EL パネルの生産で競っていたんですけれども、サムスンは RGB 方式、 LG は白色方式を対応して量産化を進めていました。で、サムスンの方は RGB 方式でのパネルの大型化を2013年に断念しています。 LG の方も白色方式の小型化を断念して JOLED から中型パネルの提供を受けていると、これも以前動画でご紹介しました。で、サムスンはこの RGB 方式を諦めて、で、白色方式はすでに LG が対応していますから、新しい方式でテレビの有機EL パネルを作ろうと進めていたのが QD OLED という方式です。どんな方式かと言いますと、まず LG の方式は WRGB と言われていまして、白色の OLED、その上に RGB のカラーフィルターを乗せることで光の三原色を構成しています。で、さらにカラーフィルターを乗せない白色のピクセルも残しておくことで、これによってカラーフィルターで輝度が下がってしまうのを補うような構造になっています。この WRGB 方式のテレビ向け OLED パネルが今全世界のメーカーで採用されています。で、それに対してサムスンの QD OLED ですが、構造はこうなっています。白色ではなくて青色ですね。ブルーの OLED のピクセルを用意します。そしてその上にカラーフィルターの代わりにクォンタムドットのフィルムを載せます。クォンタムドットのフィルムは光の波長を変換することができます。それによってブルーの波長を赤の波長に変換、ブルーの波長を緑の波長に変換、で、ブルーはそのままということで RGB 光の三原色を構成します。これが QD OLED と言われているサムスンの新しい方式です。実際にはトップボトムとかいろいろ違いはあるんですが、今回はざっくりと説明しています。ご了承ください。で、現時点で QD OLED のパネル、テレビが登場することで予想されていることがあります。それがまず一つ目が、QD OLED の方がいくつか有利なところがあって、それがこの3つです。輝度、明るさと色、それからパネルの開口率。と言って光を通す面積の割合、この3つは QD OLED の方が有利であると
今予想されています。ただ一方でコストは当然サムスン今 LINE を立ち上げるところですので、そのコストももちろんありますし、これまでの開発コストも膨大です。おそらくぶどまりも LG には全然及ばないと思いますので、そういうこともあって当面はサムスンの QD OLED のパネルの方が非常にコストが高くつくのではないかと予想されています。そして3つ目がこの開口率の面で QD OLED 有利ということで、 8K パネルの小型化、小さいサイズでの 8K パネル、それが実現していくのではないかと予想されています。現在75インチぐらいが限界になっていますが、例えば65インチとかそれより小さい 8K のパネルが実現していく可能性があります。それによって今は大きすぎてなかなか普及していない OLED の 8K パネルが今後普及していく可能性が出てくるということです。そして現状 LG が独占しているテレビ向けの OLED パネル、そこにサムスンが参入することで当然ですが競争が起こります。まあ、それは価格にも影響があると思いますので、これまで以上に OLED パネル普及が加速していく可能性があるということです。最後に簡単にコメントです。まず今回は韓国のメディアからの発表ということもありますので、どのぐらいの信憑性なのかはまだわかりません。記事の中でも本当にちらっと触れているだけですので、まだ何とも言えないような状況です。ただ現状でソニーの有機 L のテレビというのは 4K 解像度だけです。ですので 8K のパネルでサムスンの QD OLED を採用してくる可能性もあるのではないのかなと思います。ただパネルが高コストということもあって、現状で LG の 8K のテレビ非常に高額です。それよりも高額になるということはちょっと一般のユーザー向けではないのかもしれないなという気もしています。そして最後、サムスンが参入することで有機 L パネルでも競争が発生すると思います。それ以外の中国メーカーも今量産化を進めているという情報もありますので、来年あたりから一気に有機 L が普及していく可能性もあるかなと思います。有機 L パネルは液晶と比べると焼き付きのリスクも高いですし、安くなれば買い替えのサイクルも早めることができますので、そこをぜひ期待していきたいなと思います。というわけで今回は短いですが、メディア発表でソニーがサムスンの新しい QD OLED のパネルを採用したテレビを発売するかもしれないという情報がありましたので、こちらを簡単にまとめてご紹介いたしました。今回はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。